リゴード・ジュヌイー級巡洋艦はフランスが建造した鉄骨木目構造の規範層巡洋艦である。フランス海軍での類別は三等巡洋艦。本級は1872年から続く植民地警備用の小型巡洋艦の流れを組むもので、その最初のグループである。平時の植民地警備、戦時での偵察、紹介任務にあたるクラスとして小型ながら、兵装の強化と速力の向上が、 要求性能にあったために、艦型が既存の通報艦よりも大型な約1800トンの大型艦となった。このため、大型で細くて長い船体を実現化すべく初めて、鉄骨、木皮の船体を採用した。写真はエクレルールの模型。本級の船体形状は当時、フランス海軍が主力艦から警官艇に至るまで、 主に導入していたタンブルホーム型船体である。これは、水薦部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、船体重量を軽減できる船体方式で、他国では、帝政ロシア海軍やドイツ海軍、アメリカ海軍の全土急戦艦や巡洋艦にも採用された。外見上の特徴として、水薦下部の艦首、艦尾は著しく突出し、かつ、 原則甲板よりも水線部装甲の部分が突出するといった特徴的な形状をしている。このため、水線下から甲板に登るに従って船体は引き絞られ、甲板面積は小さくなっている。これは、美法の社会を船体で狭められずに広い社会を得られる。本艦の船体形状は全球と同じく還元の高い艦首から低い艦尾までなだらかに傾斜する。 タイラ板型船体でリゴードジュヌイーはバーク式でエクレルールがシップ式で異なる形式の搬送用マストを3本備えていた水面部が突出した艦首から艦首甲板上に主砲の 14cm 炭素砲が旋回砲がに乗せられて1機船体中央部に棒立てのついた炭素砲がで片元3機ずつ艦尾側に 14cm 炭素砲が 旋回方がに乗せられて1機の計8機である。1番マストと2番マストの間に箱型の環境が設けられ、その上は船橋が設けられて露天の操打環境となっている。船体中央部の一本煙突の周囲は関西艇置き場となっており、船体中央部の原則に2本1組のボートダビットが片源2組の計4組により運用された。 後部看板上に3番マストの順である。ありがとうございます。